男たちがやいのやいの、できるできないやいのやいの、言うとる間に2年目突入。この人たちがどんだけ売れてもカジノだけはずっとくだらないことを真剣にやり続けてもらいましょう。ファンタの振り幅見て見てプリーズ。佐藤大輝、沢本夏樹、堀夏樹、木村慶斗、王決定戦。本日枠取りは、以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。前回のスタジオ収録後、ね、あ、収録後急遽集められた4人のメンバー。中顔してんの。なぜ集められたか分かりますか？全く、全くですね。皆さんこの前って、スタジオ収録、そうです、はい、そのままスーツのまま。そこで見た VTR がちょっと関係してるんですけど、 PK と PK と遅こぎ、遅こぎ、分かった、俺も分かった。遅こぎで負けた弱者たちですね。正解。そっち、またやります。また遅こぎ。せっかくそこまで決めつけられるのに、1回戦で遅こぎ負けた皆さんには4人ってないよね、でも今までね。こちらの競技に挑戦して。おー、めっちゃめっちゃやばい。こんなんマジか。ギリギリだ。足ギッチギチっすね。疲れてません？めちゃくちゃ疲れてます。疲れてます。ハーハーします。さあ、こちらは。ちっちゃ。これは、三輪車、自転車に対するトラウマと言いますか。みたいなものを。ちょっと安全性も完全に確保されたこちらの三輪車で、怖いわけじゃないんだよ。しかも早漕ぎでやっていただければ。早漕ぎはいいね。遅いがダメなら早いと。トラウマなんてないですからね。早いのは得意だからね。遅く漕ぐことに関しては輝けなかった彼らだが、逆に早く漕ぐことでその才能が開花するのではないかと、今回の三輪車レースを企画。これでもちょっと心配だな、これ身長の、なっちゃやばい。そうか、不利、ね、ですよね。足が長いから。ですよ、ちょっとそういうとこもあるな。なるほど、確かに。今回は一辺が10メートルの正方形、合計40メートルのコースを一周し、そのタイムを競う。ただし、四つ角になんかありますね。なんか仕組まれてますよね。もっこりしてるな。ね、なんだこれ。いるんじゃないこれ。佐藤さん、はい、そちらの布を開けていただいてもいいですか。気をつけてくださいよ。え、なに、なに、なにこれ、なんだ。おぉ、なにこれ、コスプレ着ながらってことか。こちら何でしょうか。どういうこと。うちやがる。これはかわいい。でっかいパジャマ。ギャルパジャマ、着ぐるみ、うん、着ぐるみ、はい。こちらで早着替えをやっていただきます。早着替え乗ったままですか。早いのは得意だから。降りて大丈夫です。降りて全て早い。このように三輪車早漕ぎレースは3つのコーナーにそれぞれ仕掛けを用意。第1コーナーは早着替え。4種類用意された着ぐるみパジャマの中からどれを選ぶのか、その選択も重要となる。うわー、マジか。そして第2コーナーの仕掛けはここですよ。これがね。うわぁ、タピオカ。どういうことこれ。堀さん、そちら何でしょうか。タピオカミルクティーですね。マジっすか。早飲み。まあまあ量多いよ。正解です。マジか。これは今日2個目やね。今日2個目もちろん、残さず飲めるまで先には進めます。全部。きつこい。過酷、一番過酷じゃないですかこれ。第2コーナーはタピオカミルクティー早飲み。氷の入った状態から一つ残らずタピオカも吸わなければならない。ちょい残しは厳禁です。けど好きな4人だよ。そして最終コーナーは、まあ確かに、いきます。うん、うん、うわうわ、何これ。得意分野じゃないですか。早口言葉。早口言葉。そういうことか。しかも見たことないやつだね。確かに。